そうなります。アンセーズメカニックのシチです。何でも係のリヤマです。もうお分かりいただけていますでしょうか。 W222 の車内からお届けしております。今回は試乗編ということで、はい、言い忘れてたんだけど、うん、この鍵、うん、中にモーションセンサーってセンサー、何それ、この鍵が動いてるかどうか、動いたかどうか確認するセンサーがついてる。どういうこと？今最近さ、リレーアタックってあるじゃん。近づける玄関に鍵を置いといたら車持ってかれたとか、はいはいはい、あれって鍵が電波を発し続けとる、うん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 、弱く、うんうん、それが機械で増幅されて、うんっていうやつじゃん、うん、これは1分2分鍵がこう置かれとると、うん、もう電波を止めちゃう。すごい優秀じゃん。だからそういうリレーアタックとかは合わない。すげえ。その代わり例えば鍵をこう入れたまま、うん、エンジン切って次乗り込んでも鍵動いてないから鍵がありませんって言える。なるほどね。そう、まあ、動かしたればいいってことか。やるとおーいっつって。うろーっつって。もう操作は一緒だから。しかし静かよね。うん。本当に。これぞ S クラス。さすが S。本当に。滑らか。何この車。うちと一緒のディーゼルでしょ。ディーゼル一緒一緒。だから。すごっ。入山さんのやつを 1.5 倍にしたやつ、うん、アイドリングストップもさ、うん、鬱陶しいで消すけど、うん、入山さんとこの年代もそうかな、もしかしたらそうかもしれんけど、例えばドア開けたりとかして人降りても、うん、昔はドア開けたりシートベルト外したりしたらアイドリングストップが解除されてエンジンかかりよったんやけど、かからへんの最近のやつ。本当、逆そのままイグニションオンに変わるの。うん、だからそうなったらもう一回エンジンかけ直さなあかんので。なんか221のレビュー何台か撮ってさ、うん、今回222だけど、さらになんかフラット感が増した気がするね、うんうん、222ってもうちょっとふかふか感あったじゃん、うん、ちょっと揺れるみたいな、ワンワンって感じ、それがほぼないよね、うんうん、すげえ。スポーツモード入れて、ね、フル加速。早い早い。3リッターですよ。すごいっすね。すごい、すごすぎる。すごいわ、本当に。いいなぁ、3リッターには思えん。めっちゃいいやんこの車、なんなの。めっちゃいい、なんなの。 S クラスです。静かやな、本当に、ね、本当にいいね、うん、いいなぁ、ずるいなぁ、いや、いいな、欲しいなぁ。もちろんね、ちゃんとアイドリングストップ、アイドリングストップブレーキホールドもついてるし、うん、ディストロニックプラス、前の車についていくやつも、うんうん、さらにレベルが上がったやつが積まれてる。いいな、欲しいな。中の照明もいいね、うん、いいな、いいな、欲しいな、しか出てこんな。めっちゃいいやん、これいいな、白。あの方は後期型からこの直六になったんだ、エンジンが。それまでは V6 気筒は V6 だったの。前期が V6 はハイブリッドしかなくて S400 ハイブリッドって。で、後期になってすぐ S400 っていう V6 のターボの S クラスが出たのね。でそれも1年ぐらいですぐ S450 っていうハイ、48V の ISG 付きハイブリッドの
3リッターの直六化のガソリンエンジンとこのハイブリッドじゃない3リッターのディーゼルっていう2つに変わって、でそれぞれにロングボディもあれば標準ボディもあって、すごい細かく仕様を選べるようになった。本当にディーゼル感はないよね。ない。めちゃめちゃ吹き上がるしさ、うん、ディーゼルとはって感じ、うんうん、すごいね、ここまで感じさせんなよ。これがだから直六の、もともと直六っていうのがすごいバランスがいいエンジンっていうのと、うん、メルセデスの最新のテクノロジーがやっぱギュッと詰まったエンジンっていうのがあるね、うんうん、めったに今壊れんしね。全然音もしんない。しないね。いやこのやっぱ221はいかつさを前面に出したって感じだったけど、これはもうなんかチャラい、チャラいチャラいわーと思う。いい車やけど、パリピ、いい車やけどパリピやん完全に。こんなんで音楽ズンズンしとったらもうやばいね。クラブですかみたいなね。ちょっと嫌かもしれん。静かに乗りて、うん、ゆっくり走ってもよし、かっ飛んでもよし、うん、ただ狭い道は勘弁みたいな。物理的に確かに。でも多分この S クラスがこのクラスでは一番小回りは効くと思うから、へえ、意外に狭い道は全然苦にならん。本当。でも物理的にでけえもんはでけえで、うん、やっぱ気は使う、うんうん。道路標識アシストもついておりますのでね、もちろん出発。静かね、めっちゃ静かやって。いや、ブレーキも効くしね、うん、激重なさ、フルサイズセダンを感じさせん走りが、うん、スポーツモードからスタートです。めっちゃよ走るやろ。めっちゃいいよ。なんかあの画面チューブでなんか見える、うん、ブラインあのヘッドアップディスプレイね。めっちゃいいやん。これあの何キロとかの制限速度も出るし、うん、50キロのやつと今の速度とハンドルのマークと、うん、西へ向かってますって言うのが出てる。ああそうやね。これが例えばあのカーナビ行き先設定するとさ、この先何百メーター右みたいなの出たり。マジそんなもしてくれる、うん、こんな空中に、うん、AMG やと回転数のタコメーター出たりとかいろいろ。空中に、うん、空中に。やば、めっちゃいいやん。エコモード行きましょうか。なんていい車なんだ。マジで静か。そうだね、このいい匂い、静か。パフュームアトマイザーはいいよ、ほんとに。うん。で、どえらい燃費いいから。うん、ディーゼルもね。ディーゼル。ね、気持ちいい、ハンドルも高い感じするわ。ステアリングもナッパレザーやね。ちょっとふかふかな、ステアリングこっちね。白い、うん。うちのやつもうちょいオレンジなような気もするような、しないような。多分しないと思う。一緒ですか？一緒だと思う。嘘だ。ほんとほんと。いいな。後ろもさこんなだから、これロングボディだとこのシートの後ろもこうつながって間接照明になるんやって、360度つながる感じになる。欲しいな、いいな、欲しいな、い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 いな。頑張らんとな。まあこの車も10年後には安いやろな。安くなっとると思うよ。半額ぐらいになっとる。15にはいらんのよ。絶対そうやって言うと思う。まあもう古いとかって言う。言うね。うん、これ何？え？ああ、これちょっと色違うとこ。うん。これね、ここだけ電波通せ。どういうこと？真ん中にもあるか。見えるかな？え、わからんわ。真ん中の。あるわ。ガラスのとこ。ここは電波通しますよってところで、ここに、うん、あの GPS の
アンテナとか貼らんと、あとはもうあのフィルム金属フィルムで通さへんもんです電波を。だからドラレコとかで GPS のアンテナがここにあるやつ、うん、一体型でついとるやつはつけても意味ないGPS 拾わんかったりする。めっちゃおもろいな。絶対拾わんわけじゃないけどね、宙に浮いちゃったりするね。うん、めちゃくちゃいいやん。何この車、なんなん。これが W222 です。うーとろめ、いいな222。なんかこれやっぱ運転しとってもそんなに S クラス感がない。大きさ肝心でしょう。うんうんうん、これがやっぱメルセデスのすごいところの一つだと俺は思う。普通に C クラスぐらいの気分。うん、誰もがちゃんと怖がらずに自然に運転できるっていうのは安全運転する上ですごく大事なことだから、だからあの実際はめちゃめちゃでかいよ物理的にめちゃめちゃでかいけど、うん、それを感じさせずに、さらにまあボディの見切りの良さとかも含めて、うん、いろんなとこが見やすいとかっていうのはすごい大事なことで、めっちゃいいわ。そう、デザインだけでやらずに工学、人間工学に基づいたデザインというか、しっかりね、そこら辺はやっぱ考えられとってね。ちょっと明るくしましょうか。そんな明るくならんけど、パノラマもついて。逆に俺今まで1台ぐらいしか見たことないな、パノラマついてない S クラス。へー、おるんやと思ってそうなんや。そう、大体みんなついとる。みんな選ぶでさ、ついてない車がないよね。まあ選ぶね、うん、だって選ぶでしょ、うん、このシートの大きさもやっぱいいわ。フルサイズはやっぱ後期からこのメーター周り、うん、ここに段差がなくなるのね。前期は段差があるから。なるほど。そう、そこら辺もやっぱ進化した部分だし、この S クラスがあるし、 S クラスの完成形な気はするな。今の S クラスはまだちょっと壊れまくっとるらしいで、なかなかね、うん、あ、すげえふわふわでしょふわふわなのよ今、うん、でも頭もたれんタイプの人間でしょ。ふかふか、うん、ソファーやんってなった。ちょっとやっぱ2ドアではちょっとっていうしはね、やっぱいいよ。で、ロングボディも同じエンジン積んで S400D のロングがあるけど、ロングになるとやっぱかなりおデブちゃんになるから、車両重量が。いやで、あんまりそのキビキビとして走りではなくなってくる。ホイールベースが長いことで安定はするから、さらにそのフラット感は増すんだけど、でもやっぱこのキビキビ感とか走る楽しさみたいなのはちょっと薄まる。感覚的にやっぱ前にしか乗らないよ基本って。たまに一緒乗せたりとか、基本もう後ろは自分のカバンを置くスペースだよみたいな人は、やっぱこの標準ボディの方が楽しいと思う。その標準の方が安いモデルやんとか、ロングの方が高いやつやんとか、そういう分け方をする時代ではもうないと思う。でしょう。はい、というわけで帰ってまいりました。はい、ただのいい車でしたね。とってもいい車、ね、221買おうかなと思っとったけど、ちょっと我慢して22にお金貯めて安なるまで待とうかなとかって思ったりも。ただちゃくちゃお金貯まる頃には223がどうなってるかとかね結構古いモデルになるよねね、しかしね、うん、いいしか出んいい車やったね、うん、本当にね。やっぱね、後期最終だけあって本当に熟成されとって、でまた期間限定車、特別使用車ってことで
あのいろんな装備が最初からついてるものになるので余計にいいモデル、贅沢な標準ボディ S400D でした。めっちゃよかった。最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録、コメント、高評価もお待ちしております。はい、じゃあねー。